こんにちは、キズナあかりです。本日は、HTX で飛行機を飛ばそう。第2回、とにかくエルロンを動かそう。を、お送りします。さて、早速コントローラーを起動しましょう。右上にある、モデルボタンでモデルを管理します。押してみましょう。すでに一つモデルがあるようで、01に名前がついていますね。では、新しいモデルを制作してみましょう。くるくるを回して02をハイライトします。一回決定ボタンを押します。すると、クリエイトモデルという項目があるので、決定します。はい、モデルの作成はこれだけです。内容を触る前に、モデルの変更と削除も試しましょう。何かを作る前なら、誤って消えても被害がないですからね。では、01を選択してみましょう。くるくるを回して01をハイライトします。決定します。すると、セレクトモデルという項目があるので、決定します。これで、モデルが01に切り替わりました。判断方法は、数字の左につく米印です。それでは、今度は、モデル01を削除してみましょう。01をハイライトした状態で、決定してください。特に削除できそうな項目はありませんよね。では、リターンボタンで戻ってください。実は、選択中のモデルは削除できません。では、モデル02を選択してから、再度、モデル01をハイライトして、決定ボタンを押してみましょう。はい、デリートモデルがありますね。ハイライトして決定してみましょう。本当に消していいか聞かれるので、決定します。なお、キャンセルする場合はリターンボタンです。はい、これで、モデル01が削除されました。もう一度、モデル01にモデルを作成してみましょう。モデル01をハイライトして決定。クリエイトモデルをハイライトして決定。はい、完璧ですね。それでは、モデル02でエルロンを動かしてみましょう。モデルの編集は、選択されているモデルの編集になります。つまり、ハイライトされているモデルではなく、米印のついているモデルが編集されます。そのため、まずは、モデル02を選択して、米印を02へ移します。あ、ちなみに、HTX の決定ボタンは、長押しと短押しがあります。基本は短押しなので、長く押さないでくださいね。02に印が移ったら、ページ右ボタンを押します。これが、モデル編集の1ページ目です。正確には先ほどの、モデル選択画面が、モデル編集画面の1ページ目なので、これは2ページ目です。右上に11分の2と表示されていますね。そうです。全部で11ページあります。本当は受信機をバインドしないと、エルロンは動きませんが、ここで、バインドの方法の説明を始めると、終わらなくなるため、バインドの説明は次回へ回します。ページ右ボタンを何度か押して、インプット図を表示させます。おやおや、すでに AETR が入っていますね。昔は、空っぽの状態から始まる鬼畜仕様だったのですが。これでは訓練になりませんね。私が、削除の仕方を説明しましょう。このページの項目で削除を行いたい場合は、決定ボタン長押しです。するとデリートがあるので、ハイライトして決定しましょう。ちなみに、特に、何の確認もなく消えます。はい、ここで HTX が難解と言われる、理由の一つ目が登場します。今はインプット図ページですが、ページ右ボタンを押すと、ミックス図という項目があります。もう一度ページ右ボタンを押すと、アウトプット図ページがあります。さて、HTX の思考はこうです。まず、皆さんが触る、スティックやスイッチ、これらがハードウェアと定義されています。このハードウェア、この瞬間は操縦桿の左右です。これを、インプット図でエルロンであると定義します。そして、定義したインプットエルロンを、ミックス図ページで、チャンネル01へ入力します。すると、チャンネル01の入力結果が、アウトプット図ページへ出力され、受信機へ到達します。つまり、サーボ一つ動かすために、設定ページを3ページも使います。
極めてロジカルなので、理解すると簡単ですが、面倒なのは永遠です。なお、これが HTX の根幹なので、ここを理解しないと、即刻詰みになります。さて、ここで豆知識だぞ。基本的にはインプット図ページで、カーブとかエキスポ的な設定をするぞ。そして、ミックス図ページで、混ぜる量、つまり、多角の調整をするぞ。そしてアウトプット図で、サーボの設定、つまり、アームの中心や動く方向を設定するぞ。それでは、今日はとにかく、エルロンを動かしてみましょう。ページ左ボタンを押して、インプット図ページまで戻ってください。さて、インプットエルロンを作りますが、01から32のどこに作っても構いません。数字が何であれ、インプットエルロンはインプットエルロンです。また、数字の左にある黒いアイのマーク、これがインプットのアイコンです。小さいので見にくいですが、重要なので覚えてください。今回はインプット01に、インプットエルロンを作ります。01をハイライトして決定します。まず、インプット名をつけます。今回はエルロンなので、AIL とします。くるくるで文字を選んで、決定で、次の文字へ移動します。決定を長押しすると、小文字になります。次にソースを選択します。もうエルロンになっていますね。ハイライトして決定すると、いろいろ選べることがわかります。スティック、スイッチ、トリム、その他謎の記号、いろいろあります。くるくる以外の選択方法として、設定したいハードウェアを触っても選択できます。操縦桿を左右に振ってみましょう。はい、AIL のエルロンなので、これで正しいです。下の方にエキスポとかありますが、すでに7分超えているので次回に回します。リターンボタンで戻ります。はい、これでインプットエルロンができました。黒いアイがインプット、のエルロン。量が 100%、ハードウェアがエルロンです。次にページ右ボタンを押して、ミックス図ページへ移動します。ここでは、どのインプットを、どのチャンネルにミックスするか、という設定をします。今回の場合、エルロンのチャンネルは1です。なので、CH1 にインプットエルロンを入力します。CH1 をハイライトして、決定します。さて、自動で入りましたが、ソースの項目にインプットエルロンを選択します。ハイライトして決定、くるくるすると、いろいろ選択できることがわかります。インプット、つまり黒いアイの項目は、先ほど制作したエルロンだけ存在します。そして、お気づきになられましたか？ここで、実は、ハードウェアのエルロンも選択できます。これが極めて難解なのですが、必ず、インプットエルロンを選択しましょう。ここで誤って、ハードウェアエルロンを選択すると、インプット図で設定した項目を、すべてバイパスすることになります。意図して使うと便利ですが、普通は使わないので注意してください。それでは、正しく、インプットエルロンを選択して、リターンボタンで戻りましょう。はい、この時点でエルロンが動き始めたはずです。あら、まだ右エルロンが動きませんね。さて、今回でエルロンの設定を終わらせるつもりでしたが、まだ半分です。なので、次回続きをやろうと思います。バインドは、さらに、その次ということで、次回は、右エルロン、サーボリバース、サブトリム、デルタ、シンメトリック、多角、エキスポ、デファレンシャル、を予定しています。特に、デルタとシンメトリックは難解なので、どうするか悩み中です。では、次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃ、またね。